え、なんか、なんかめっちゃセクシーじゃねこれ。くじいよ、はい、始まりました。しっとりございます。今回の動画はですね、ちょっとね、登録者がね、増えて、僕のことね、あんまりね、知らない人が多いと思うので、質問コーナーの質問募集動画を撮りたいと思います。よっ。じゃあちょっとね、今からね、作業をするので、その間にリクエストや質問書いててください。よーい、スタート。優しくしてね。あ、みんな書いててくださいよ。開けるぜ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、壊れちゃった。オープン。この商品はですね、マジで取り扱いが危険な商品です。うわ、怖いなこれ。こちらコナンがね、黒ずくめに飲まされたアポトキシン4869のカプセルキャンディ。うわー、これは怖いぞ。開けます。うわ、すげえ。うわー、すげえ。中に入ってるアポトキシン4869はね、5個入りでした。うわ、かっこいい。これ箱残しとこう。これね、540円するから、これ1個ね、100円くらいするんですよ。このたった1粒の飴1個100円っすよ。かっけー。これを食べればね、小児になるのかな俺は。うん、若い。匂いかけます。あ、いちごの飴ですね。いただきます。特に変わりません。今月のね、10日に発売されたね、飴でした。ヴィレッジヴァンガードオンラインで買ったので、ぜひ皆さん興味のある方は買ってみてください。ヴィレッジヴァンガードね、オンラインで買うとね、プラス送料がね、540円なので、まあ結局ね、これ僕1080円で買ったんですけどね、高いわ。あ、ごめんなさい。質問かけましたでしょうか。これはですね、来週の8月29日の月曜日の23時59分までをね、締め切りにしたいと思います。本当に質問書いてくれた方ありがとうございました。9月中にね、質問コーナー動画出そうと思うので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイ。